おい、ギガスラッシュ吹っ飛るとこ。おい、ドラゴンがギガスラッシュ吹っ飛るとこ。チーム選べ。え、あ、おお、よかったよかった。間に合った間に合った。パスパスパスってなるよ、また。レジェンドの戦いと思った。だから、これを踏まえると、レジェンドに互角の戦いできるんだよ、結構。でかいからね。ありが。ニコ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 。どこが猫なの？一人猫やで、猫。まあ猫やな。猫か。めちゃくちゃや。うわ、クソ強そう。左強そうやね。一人強そうやろ。アームライオンやね。さあ、トーカさん。全く違う感じのパーティーを見てくださいよ。お気に入りチームで。多分5から9までかな。これも。魔法、うん、そうやね。5から9までやと思う、それも。これいい。お、会心連打。来た、会心連打チーム。上の攻撃系を押すとね、うん、一旦、攻撃が全部会心になるってやつなの。あの、ダメージ系じゃないの。あの、さっきみたいな、今まで使ってた。上を押すと、その一旦、すべての攻撃が会心の一撃になるっていう。そう。で、粉砕の一撃やる。破壊の時期、粉砕の時期。それなの彼女的やわ、それよ、B は。はぁ、あ。トッキーな。さあ、はぁ、あ、始まったぞ。あ、HP はまあこんなもんか。まあまあまあ。そうやな。いや、もう全然わかんないよ。戦い的に。ナイフやったんよ。B、綺麗に必殺のコマンド全部間違える。おぉ、おぉ、ちょっと、もっと1ターン目からやるか。1ターン目からやるのか。はきそう !1 ターン目から。かなり会心出るよ、一旦。会心の一撃が。え、次のあれわからん。あー、まあね。噛みつけに行った。この牙。いや、キラパサ強いよ。さあ、タイミングよく B 押して。これ B、B 技です。もう、言ってくれてる。会心か。はい、おい。そういう技やから、こういうチーム。ただ一旦のみだよ、会心出るのは。キャドも組めなかった。強いよー、キャドは。うん、キャドとは思えない強さだからね。さあ、ホームランを火炎抜き。まるでレーザービームのようだ。レーザービームやでよ、これ。あ、ガッツ来てる。さあ、動いた。破壊の刺激。いいやな。A 技。破壊の刺激。おお、いけ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 。はや。めっちゃええやん。そういうそういうチームですからね。どちらこれ。A や。え、 B。B か。はや。めっちゃええやんこれ。でもこの一旦で終わりだよ、会心は。ここで決めるよ。だってめっちゃ強そう、これ。破壊の刺激テールハンマいったんでだいぶ HP 差は返したけど、こっから、おおおっと、何インチキ技、何ドローっと、これも攻撃技。見た見た、そういうの見た。いや、並んだこれ。まあ並ぶ、こっちの攻撃が早いんだよな。そう、そういうね、ターンの最初に出るタイプと途中に効果があるタイプってもあるけど、今回は散りばめといた、とりあえず。お、いいんじゃない。おお、出てる出てる、いいダメージ。うまくいけば転ばせるよね、その技も。ああ、無理か。いいいい削り合いだ。ミスト強いよ、この手結構。まあ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 、たまにマヌーサにする。ああ、なんだかだ、直列拳。強いよ、この技強い。力150だからね、こいつ。わあ、次のターンにかかったんじゃない、これ。ほとんど早い方が勝ちだよ、次のターン。これを切るとでかいけどね。あ、どうだこれ。なるほど。あよぴー、今勝てたな。必殺技でも勝てたかな。だっけ。お前はボタン表記を見ていない。これいけるんじゃん。あの、君は携帯を見てるから負けたんだ。画面を見てればね、画面を見てれば出るように出せるようになってんだよ、基本。君は携帯を見てるから負けたんだな。よくわかりません。あった。てか早いんや、俺の方が。あー、どうやったやろうな、それはね、分からん。本当に一撃早かったで。早かった。怪獣連発強風の音だった。まあ怪獣は全部カートだからな。ここはチャージだよ、ピーカ。ここが。はぁ。
ヨッピーさんが好きなスライムを散りばめた知恵です。あいつ回復やん。そうだよ、それもちゃんと叶えてあるよ。ヨッピー見破ったね。見破ったって言ってもね、スペシャルカードだけは見破れないからね。いつ来るか分かんねえから。スペシャルカードがいつ来るか全然分かんないよ。それがもう読み合いだからね。チームビルドに関しての能力は全部自分で補ったから、ね、あの僕がやらせてもらったらね、今回は。あれあれスライムチームだ。これ面白い戦いだな。同じようなモンスター、同じモンスターがいる。音両方のモンスターに同じモンスターがいらっしゃいます。どういうことでしょうかね、これは。スライムにはスライム合わせたるんだ。いやでもスライムチーム強いからね。確かに。おもう手挙げたろ、理解が早いな。一人理解してないやろお前。おこを巻き上がって、おこを巻き上がる。ホイミスライム同じモンスターを押すとって。いやあの HP どっちも2000いくか。1体めっちゃ強そうなやつね。さあこれは分かんない、全然分かんない。自分も今まではさぁ、だいぶ迷ってんね。うん、今まではだって適当にチーム組んでもらってさ、適当にやられてたじゃん。今回はだって僕が選曲わかんないもん。おやばいやばい、もう勝った。あーっと回数の強烈な当たり、早すぎる、早すぎたね。これ早いんやな。ポイミスライムは早いよ、確かに。メダルスライムみんな早いんだよね。スライム的にスライムはみんな早い、基本は。ああれ、あ外れた、ボケーとしたボケーと。さあこっから返せるか。毒がこれ、そう毒技。あ強い、クラブやん。この主人公系は基本的にヤバいんだよね。耐性無視、耐性無視攻撃、攻撃メタルにも100ぐらい入る、決まれば。まあこれともぐい。はい、ともぐいです。さあ、一旦目ね、本当にスペシャルカードを使ったってなると分かんない、全然分かんないわ。まだお互い残ってるか。さあ、2段目は動かない。どんだどんだ、当てていく、ここ2打点当てていく、いいダメージだ。スイープクラブは、おメタルスライム勝った、41。そのメタルスライム勝ったぞ、どんだけ活かせるかよ。ねえ、いいダメージだ。ここでホイミ、ね、ここで体力回復。うん、HP がようやく並んだ。まだあるぞ。デホイミだこいつは。ソウルと組んでると、あのデホイミなんだよね。強力になる。ほら401。全然違う。あーこれまあこいつこいつやばい。メタルいるから多分効かないぞ、そんなに効かない、メタルいる。さあこの3ターン目いかじゃない。えっ、おっとおっとおっと、おっと攻撃型ね、これ2回攻撃、このターン2回攻撃可能。えっと一緒かよ。お攻撃ゴリ押し、なんとゴリ押し、やばいやばい。お互いスペシャルカードを選ぶとは。あーあるあるやな、このターン2回攻撃にならないね、これは。やべえ、たまになるんだけどね。メラ、おーいいダメージだ。2回攻撃にならないね。やばいやばい、2回攻撃にならないね。とかガンのチームはやばい、これこのターンに終わるぞこれ。あこいつやばい、こいつやばい。あ終わるか。いやこれスペシャルカードうまかったが、単純に。おーおーおおおお、これホイミスライムがベホイミ焼かしたらまだあるよ。おーおーおお、もうある。ああ終わった、終わった。いやスペシャルカードがうまかったわ、あれはうまいわ。決めれるタイミングかどうか、適当に言ったんかどうか知らんけどうまかったわ。とりあえずやっただけだよね。君はスマブラでしかちゃんと考えないからね。あんま考えてない、もうまんま考えてない。全国のビッグ勢に喧嘩売ってる、また。また全国のビッグ勢に喧嘩売ってるこいつ。いやいや、またもなってないからな。